こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本勝俣駅を見に行きます。動画の前半は地図のパート、後半は実際の映像となっておりますので、概要欄にチャプターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくのにしましょう。今回見ていくのは JR 西日本紀新線勝俣駅となります。所在地は岡山県勝田郡庄王町勝俣になります。駅の周辺はね、駅の北側にね、町が広がっているような形となっております。現在では町役場や高校、中学校なんかもありましてね、かなり大きな町なんですけども、まあそれでもね、そんなに賑やかなところだなという印象はなくて、駅のこの南側にはね、現在でも畑がたくさん残っておりまして、山も比較的近いところにありますのでね、のどかなところと反対側は町が広がっているという感じです。まあ今では中国自動車道や工業団地なんかもここにあったりしましてね、街はどんどんと大きくなっていっているのかなという感じではあります。それでは古い写真を見ていくことにしましょう。こちらが地理院地図、1961年から69年の写真となります。地図の中心部、勝俣駅、確かに写っております。開業したのは1934年、昭和9年になります。姫津西線が東津山から美作恵美駅まで開業した際に途中駅として開業しました。この姫津西線は1936年昭和11年に紀新線となり、現在に至ります。町の様子はご覧のような感じ。まあここは現在の国道になるんですけども、この古いね、道沿いに沿ってかなり家が密集しているのがわかります。こちらが地理院地図、1974年から78年の写真となります。駅の様子は昔とあまり変わってないような印象ですね。で、街の様子はというと、こちらもね、実はあまり変わってないような感じですね。で、地図の写真はこちら、2012年の写真となりますと、こちらもね、まあ少し家が増えてるのかなという感じではありますね。あ、それでもここの畑はね、少しなくなって家が増えてますね、だいぶね。うん。で、駅の様子はというと、ご覧のような感じとなっておりまして、昔と比べると、まあ写真はね、駅舎はまだまだ古いままで、ホームも相変わらずという感じなんですが、実は駅舎の方は2021年に新駅舎となっておりまして、実際の映像ではね、かなり綺麗な立派な駅舎が見られますのでね、早速実際の映像で見てみることにしましょう。それでは実際の映像となります。JR 西日本勝俣駅です。まずは駅前からなんですけども、ご覧のようにね、かなり広いスペースがあります。まあ、タクシーや自家用車などが止まっていますけども、古い地図を見てみると、ちょうど正面のところには建物がいくつかあったようなんですが、現在ではご覧のようにね、駐車スペースとなっていますね。本当に広いところなんですけども、勝俣駅の1日の平均乗降人員は250人ぐらいということなので、まあ、その数に比べたら少し広すぎる気もしますけどね。それでは駅舎を見ていくことにしましょう。こちらが2021年に供用を開始した新しい駅舎となります。いや、かなり綺麗ですね。ここに待合スペースもあるようなので入ってみることにしましょう。開放現金の扉をゆっくり開けて入っていきます。窓口もあるようなんですけども、この駅は無人駅ではなく業務委託の駅となっているようです。ちょうどこの奥には旅行代理店が入っているようで、そこの方がまあ、駅の業務を時間限定でねやっているような形となっています。それではね、ホームに進んでいくことにしましょう。改札などは特にないようですね。ちょっとここには時刻表があるようなので少し見てみますが、ご覧のように平日も休日もね、まあ1、2時間に1本ぐらいの電車があるかなという寂しい紀新線の時刻表です。まあ運賃はご覧のような感じ。もう津山がすぐそこなんでね、津山まで240円なんですが、姫路までは1500円以上かかるんですね。なかなか遠いところまで来た気がします。さあ、こちらがね、ホームの様子となります。対面式ホーム2面2線の構造の駅となっています。ホームはかなり長いですね。紀新線は昔は優等列車たくさん走ってましたんで、その名残といった感じでしょうか。
向こう側のホームに渡るには正面のね高台踏切を渡っていかないといけませんが、なかなか距離がある感じとなっています。向こう側のホームが津山行きということなので、駅舎から津山へ向かうためにはね、なんかちょっと歩かないといけないなという感じですね。線路も間近に迫っていますし、正面の高台踏切よく見ると遮断棒とかないんですね。この辺りまで来ると、まあ紀新線この辺りは本数走ってませんので、まあこれでもそんなに危険を感じることもないのかなという感じではありますが、でこの勝間田駅の北の方にはですね、現在の陸上自衛隊の日本原演習場がありまして、そこは昔は陸軍の演習場でもあったようなんですけども、そのね演習場へ向かう軍人さんがこの駅を多く利用したそうですね。で駅の名前もね勝間田と、まあ縁起のいい感じの名前になってますので、ここの駅から出征していった軍人さんも多いということです。この駅の南側を少しこう見てみますけど、まあなかなかのどかな感じではありますね。でこの駅の北側は少し建物が多い地域となっています。まあ駅舎もこう映ってますけど、なかなかね面白い形の駅舎ですね。で今歩いている津山駅のホームの上屋はどんなのかというと、ご覧のような感じでね、昔のままといった感じのものが真ん中に小さく残っています。これは駅ができた時からそのまま残っているんですかね。駅の柱の感じを見ると昭和の初めにできたのかなといった柱をしていますよね。特に財産表とかはないようなのですが、まあこの駅ね、建物の感じを見ると昔からのまま残っているのかなといったことを思いました。ホームの先端まで来ました。対面式ホームの構造ではありますが、上下線のホームは少しずれて設置されているようで、姫路行きのホームは向こう側少しまだまだ続いているのもわかりますね。それでは今回の動画は JR 西日本紀新線勝間田駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。